または、ポーシアは、天皇星の第12衛星である。ポーシャは、1986年1月3日に、ボイジャー2号が撮影した画像の中から、ボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は、同年1月16日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S1986U1 という仮符号が与えられた。 その後1988年6月8日に、シェイクスピアの儀曲、ジュリアス・シーザーに登場するブルータスの妻の名ポーシャに、ちなんで命名された。ただし NASA のウェブサイトでは、同じく、シェイクスピアの儀曲である、ベニスの商人のヒロインであるポーシャが由来であるとしている。また、命名と同時にヨーロネス12という確定番号が与えられた。ボイジャー2号が撮影した画像の中では、 ポ射シャは長軸を天皇星の方へ向けた細長い物体として映っていた。ポ射シャの長軸と短軸の比率は0.8プラスマイナス0.1と非常に細長い形状をしていることがわかっている。また、表面は灰色である。ハップル宇宙望遠鏡と大型の地上望遠鏡を用いた観測では、ポ射シャのスペクトル中に水氷の存在を示す特徴が発見されている。 ポーシャは、速攻的特徴や軌道要素がよく似たビアンカ。クレシダ、デズデモーナ、ジュリエット、ロザリンド、キューピット、ベリンダ、ペルディータとともに、ポーシャ群を形成している。平均直径はおよそ 135km であり、ポーシャ群の衛星の中では、最も大きい。また内側の小さい衛星群の中では、パックに次ぐ大きさである。ポーシャの軌道は、 天皇制の正式軌道よりも内側にあるため、潮汐力によってゆっくりと減衰している。後者はやがて砕けて天皇制の勘となるか天皇制に突入してしまうものと考えられている。ありがとうございます。